こんにちは、さひこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はエンティームでございます。 Under the Skin という楽曲ですね。 MV が出ておりましたので、早速皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。 MV が出るちょっと前にね、ティーザーの方をリアクションさせてもらったんですけど、もう絶対勝ってる、絶対に勝ち曲だと私の中では判断しておりますので、どんな楽曲になっているのか全体をね、ちょっと見ていきたいなというふうに思います。ケイ君かな？暗い始まり。うわー、で、ここ。で、ここに行くんですね。なるほどね。これはもうティーザーでね、皆さんも見てるシーンですよね。どんなに怖くても、辛くても。おー。ケイ君の声かな、これ。うわ、いいな、入り。結構、このしっとり入っていく感じなんだね。ちょっとエッジボイス入ってますね、これね。ファンモータイム、このワンがファンみたいな感じに。1回目かな、こっちなってるんじゃないかな。ジョー君もこれ入りエッジボイスですね。ここ。狼が走ってる疾走感が曲にちゃんとあるんですよね。この楽曲ティーザー聞いた時から思ってたんですけど。なんか儀式かな？何の儀式やってるんだろうね、これ。ライト。ちょっと気になるね。ちょっと待って、めっちゃおしゃれやん、この曲。何？窓から見る空。このまずまあエッジボイスですね。もう最近も流行りと言っていいんじゃないかっていうぐらい、もうこのエッジボイスの音っていうのはもうよく聞こえてくるんですけれども、なんていうのかな、入りのタイミング、3、2、3、4、トーンで入らないでしょ。1、2のカウントまで待って3で入るんですよね。何これっていうのと、あとその3で入った後のダラン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 っていうこの細かい音取り。窓から見る空、いつも曇っていた、いつも曇っていた、この感じとか、でエッジボイスもやっぱり出てくるね。いつも曇っていた、別に不満なんてない、それは当然の日々で、それは当然の日々で、このアクセントの位置ってのも結構しっかり入ってますね。声もがっつりザラザラっていう音ではないんですけど、しゃくりながらこういうニュアンス、ちょっとね、福山雅治さんみたいなね、そういう雰囲気のね、しゃくり方してますね、ここね。気がつけば僕の声も別に不満なんてない、かっこいいな。 A メロからかっこいい。もううん、さすがハイブ、もう信頼しかないマジで。ないんだけ、このさ、ないの後のんでエッジボイスにかけてんだけってこうやって運んでくんですよね、メロディーをね。これめっちゃいいな。けど後ろの方はちょっと息っぽい音かな。ここ誰だろう、性格のいい声がするってことは映ってるのゆうまくんだけど、後半だよね、ゆうまくん今歌ってたの。ウィリー君かな、ハウリングって。こういうハウリングのリングの取り方が面白いね。これゆうまくんだよ。そうだ、ちょっとね、高めのシーンのある音がするんですよね、ゆうまくんの場合はね。ここはなんかぼーっとしているケイ君にゆうまくんが声をかけるみたいな感じなのかな。
ついちゃー。結構この他の音がね、ペトーっとしてるんですよね。これ、まあわざとだと思うんですけど、そういう風に音を作ってると思うんですけど、音の作り方もね、やっぱ面白いね、ハイブさんはね。スケーン、スケーン。この音取りめっちゃいいな。届くまでこの声がの入りのタイミングとかもなんかね、タイミングがおしゃれ。こう歌い出すタイミングとか、歌ってる時のどこのリズムを拾いながらメロディーを奏でていくのかみたいな、そこがね、なんかすこぶるおしゃれな気がしてますね。今すごいな。きちゃんかな。タラーン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 っていう音をパパンパパンってこう二つセットにするみたいな瞬間が割とね、最初から多いんじゃないかな、この曲。うん、って思いますね、このメロディーの感じとか聞いてると。ジオくんのエッジボイスですね。そしてここはマキちゃんの今エッジボイスが聞こえたのかな。このさ、マキちゃんのちょっと鼻にかかったこの美味しい音ですよ。おしゃれな。なんか今何千何万回の最初のナの音なんですけど、ほぼね N の音がそんなにしてなくて、安全安全みたいな、なんかこんな感じにしてるのがすごいね、面白いなと思って聞いてましたね。ダン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 ってこのアクセントの位置を注目して聞いてもらいたいですね、ここね。変わんない word、 変わんない。なんかね、このんをねすごいね上手に使ってくるな、歌詞の中で歌い方に上手に消化させてるなって気がするな。変わんない word もの時にエッジボイスですね。僕は変わりたい。エッジボイス、ちょっとハッてやるようなエッジボイスが今入ってきたりとか。フリーク、ちょっと何、いじめられてんの、ケイ君。まあ、だからあれなのかな、これって。この、まあ、狼って言ってたじゃないですか。だから群れが違うんじゃない？これ、なんかさ、パックって言うんですよ。その群れのことをね、狼って。その、このさ、パックが違うんじゃないので、一人生き残ってしまったみたいな感じなのかな、もしかして。さっきのその、坂口健太郎さんが守ってくれたわけじゃないですか、ケイ君のことを。そういうことなのかな。でも、フレイクって言ってるからね。モンスターとかも書いてあるしさ、何、化け物みたいなことなのかな。だから、彼がもしかしてものすごい暴れちゃったとか、そういう話なのかな。ねえ、わかんないけどね。変わりたい。このリの持っていき方も、やっぱりその韓国っぽいというかね、あんまりこう日本人が、やらないような持っていき方をしてますね。変わり、変わり、こういう感じの持っていき方かな。いやー、ちょっと滝くんの声良すぎ。待って、やばいんだけど。なんかいい意味で、すごく聞きやすい声というか。一人では、このリの時のしゃくりの、わざと強くする感じとか、弱くのところもエッジボイスから入ってますよね。で、無理でものところかな？無理でも、無理でも、このでの作り方とかもね、ちょっとこう、つみたいな音が入るような、そんな感じの作り方をしてますね。ただ、歌い方はすごく素直だし、声のこの、なんだろうね、鳴り方もすごく綺麗な鳴りをしていて、使っている共鳴の形とかもね、すごく綺麗だなと思って聞いてますね。なんかそれこそ、ゆうまくんとか、まきちゃんとかは結構癖があるタイプなんですけど、たきくんは逆にこう、スッと入ってくるタイプっていうか、すごく綺麗だなと思って聞けるね、ここね。わけは、ここのな、なんかこの、
ねえ、ゆうまくんの独特の音ありますよね。綺麗な声だね。ねえ、マジ好き。ちょっとここさ、マジ、ちょっとさ、曲神じゃね？マジでごめんなさい、ちょっといいっすか？誰もが言う普通でいろととかさ、もうマジ好きなんだけど、好きしかないんだけど大丈夫？で、あの、誰もが、なんか言うじゃなくてヒューみたいな、ちょっと H の音が入ったり、普通でいろと、このね、との音とかもね、そうっていう感じなんですよね。ただ、とって言うとさ、普通でいろとって、ちょっと重たくなるんだけど、普通でいろと、このとにするだけで、ちょっと抜け感が出るみたいな、ちょっとファッションみたいなこと言っちゃってるんですけど、なんかね、この抜け感がやっぱね、かっこいいんだよね。ザチャリとかのザチャリとかすごいチャチャチャみたいな音するじゃないですか。こういうのとか、あとね、ごめんなさい、もう一個ちょっと私の中での激萌えポイントがあって、周りのね、和の音、もう一回ちょっと耳かっぽじって聞いてほしいんですけど、マジで素敵、この和の音、まあファリーみたいな感じでさ、ちょっと待って、もう一回、もう一回聞かせて。え、全部いい、ちょっと待って、ほんと好きだわ、ほんと好きだ、よかった、いい曲。めちゃくちゃボクボク言うやん。ちょっと待って、で、ここあれない？なんか、ゆうまくんがケイくんのことずっと気にしてて、君もおいでよっていう感じで仲間に引き入れるって感じなのかな？全然間違ってたらごめんなさいね。申し訳ないんですけれども。うん、でも、完全にリーダーですよね、これね。すごい、風磨くん、やっと出てきた風磨くん。そしてどこで出てくるんだろうって思ってたんだけど、 BKBK でぶん殴られてる気分ですね、本当にね。だからちょっと息も含んでるんですね、音がね。だから僕は僕は僕であると証明。結構激しい、結構難しい、立たせるってなると。ニコラス、ニコラスマジちょっとほんとかっこいいんだけど、どうしよう、やばいねみんな。で、感じてるんだよね、皮膚の下でね、何かをね。さ、同じ血をのさ、尾の入りのタイミングとかもちょっとこう突っ込んで入ってるじゃないですか、この同じ血を、ダンダンタラララランって入りじゃなくて、ダンダンタタラタラダンっていうこの入りなんですよね。このちょっとこう早まるみたいな、もうさっきから言ってんですけど、とにかくこの入りのタイミング、歌の入りのタイミングがめっちゃかっこいいんだよね。Time、 このね、more の R の音が大好き。ごめんなさい、それだけ。すいません、すいません、本当に。カメラマン、春が。ダラン、ダラー、ダラー、ダラーってこの音の2つがセットになってる感じですね。すごい特徴的ですね、こういうの。お水の中。お水といえばジョークじゃない？ねえ。そうですよね、これジョー君だよね。どうなっていくんだろう。出てくるよね。うわ、綺麗よ、綺麗。このね、これどこか知らない、海なのかどこなのかわかんないですけど、このライトの感じがね、月明かりのようですね、これね。どちらから、あー、めちゃくちゃ海じゃなかったですね、めちゃくちゃプールでした。はい、こんな、なんかでかいところあるんだ。何？うわ、見て、何これ、神秘的。映画じゃん、マジで。映画のタッチだよね、この感じとか、このバックのさ、音とかも。これもう、絶対今からさ、美女来るじゃん、みたいな。ね、あ、映画だとね。映画だと絶対美女来るじゃん、みたいな感じじゃん。ね、で、狼がさ、水浴びしてるんだけど、女の子が、こう、水着になって、こう、泳ぎ出して、それをこう、ただじっと見つめるみたいなさ、そういうちょっとさ、ロマンティック系見すぎな感じなんですけど、すみません。はい、もうめちゃくちゃ映画なんだよね、やば。誰が来るの？
誰？この、もう、ケイ君だ。もうシルエットでわかりますね。はい。美しいので。なんですけど、ちょっとやっぱ彼がね、闇ってるんですよね、ずっと。そういうストーリーなんだろうけどさ。ダメだよ。飛び込んじゃダメだよ。死ぬよね。気をつけて。ね、だからさ、どうするのよ、この彼を。どうしちゃったのよ。うわ、そうか、あー、そうだった。ちょっと待って、抜け出せてないんだ。まだ、ここからさ、彼の心はまだ止まってるのよ、時が。大事な仲間を失った悲しみから、抜けきれてないんだわ。すまない。誰も気がついてない。誰ものこのだの言い方はすごく、あの、ツァーツァー長めにツァーみたいな音が入れながらツァー発音していくっていうのと、誰も気がついてない、いない、ちょっとこのいない、ここでエッジボイスで一回ちょっと挟むみたいな感じのことするんですよね。切ないんだけど。何かおかしい世界、何かおかしい世界、何かが起こりそうだね。弱くさけん、ねえ。やだー。ねえ、聞いた今。弱く叫んだ。滝くんからのメッセージ。I'm right here。ここにいるってこと？はぁ。ねえ、待って。もう、遠く聞こえたハウリング。小さなセーブミー。私を救ってってこと？ねえ。なるた、この、いいね。やっぱこの日本語の作りがさ、日本語日本語してないんですよね。あの、すごく外国語の形に寄せたような発音にしているので、全然もったりもしないし、リズムが立って聞こえるのが、この楽曲のかっこよさだよね。重なるの K とか、旅のタですね、T の音。紅葉との強さもそうだし、遠く聞こえた、もうここら辺とかもゴリゴリ。ゴリゴリにその全然日本語のこと気にしてないっていうか、まあ、気にしてないことはないと思うんですけど、いいんだよね。なんか、あわよくはちょっと英語に聞こえるんちゃうかぐらいの発音感で進んでいくのがすごい気持ちいいね。したい、ここのマキちゃんね、いい子やね。まず美女がいいっていうのと、ここでさ1オクターブまたグンと下に落として歌うんだよね。ハーブレイク、はい、神、誰ですか今の。ケイ君でした。あー、ケイ君でした。さすがです。ちょっとさ、ニコラスがさ、ちょっと本当にやばい、ニコラスやばい。ニコラスやばい。マジでかっこいい、どうしよう。ちょっと待って、もう終わっちゃうじゃん。待ってよ。ちょっと待って、後半なんかかっこいいとかしか言ってなくない？大丈夫？私。このゆうまくんの声な、これゆうまくんだよね。そうじゃなかったら困るんだけど、ゆうまくんで合ってる？あの、間違ってたら本当にすいません。めっちゃいいんだよな、ゆうまくんの声って。なんか、結構あの、映え系の声をされているので、すごいね、パーンと一発でわかる気がするんですけど、まあ、大体これで間違ってることも全然あるので、はい、すいませんって感じなんですけど。このなんか音がツルツルしてる感じ、すごいゆうまくんっぽい、いい音だなって感じる。
time。 上から撮るような音取りっていうのもね、結構要所要所で出てくるなっていう印象ですね。かっこいいよね、こういう音取りね。やば。だー。だー、何？だからこの二人の関係。どういうこと？この二人がどう繋がっていくのかですよね。なんか、何人か水の中にいますけど。何の関係があるんだろう。ここの手をガシッと。お互いだもんね。お互い言ってるもんね、これね。うん。ケイ君が手繰り寄せてとか、ジョー君が、やばい、助けなきゃとかじゃないもんね。なんかお互いだよね、これ。相思相愛系だよね。うわー。なんか、神秘的。ちょっとこう、映画っぽい感じもいいし。あ、なに？ちょっとかっこいい映画見れそうな。あらー。ちょっと、いやだからさ、トワイライトなのよ。ちょっとトワイライトなんだよね。好きな世界観。はい、ということで、こんな感じでしょうかね。いやーなんか、すごく物語性があって、やっぱ見てて面白いなっていうのと、ちょっと曲が神。マジで。曲がマジでね、すごいかっこよかった。歌い方とかもそうだし、もうだから、ハイブのセンス。で、ここのシーンね、結構象徴的だよね。この、水に浮かんだジョー君と、そこに飛び込むケイ君っていうね。いやもうほんと、考察とかもね、いろいろ出てるんじゃないかなと思うので、ちょっと私も調べて見てみたいかなというふうに思うんですが、まあ、最後にやっぱちょっとこの、ハーフパンツパトロール隊としては、やっぱ気にしておかないといけないこのお衣装なんですけれども、やっぱさすがだなと思う。やっぱこのハーフパンツをスポーティー系に落とし込むっていうのがもうマジで神。わかってるって感じしますね。すごいね。結構さ、デビュー直後とかのグループってさ、まあ、フレッシュさの象徴だったりもするのかな、この皮膚っていうのがね。そう、だからちょっとこのハーフパンツが、ちょっと間違った使われ方されてるなっていう瞬間って結構あって気になったりするんですけど、これは正解。なんかちょっとユニフォームっぽくしちゃう感じがめっちゃかっこいいし、この体育館のシーンめちゃくちゃ好きだし、このエンジの色も神。エンジグレー最高。すごく好き。はい。ちょっとシャツ出しちゃう感じもおしゃれなんだよ。おしゃれなんだよね。これね、このさ、膝当てもさ、なかったらちょっとえって なってると思う。絶対やっぱこの皮膚の見えてる範囲が広いし、この絶妙な靴下の丈、こういうのもやっぱり私としては、あ、ちょっと膝当て欲しいかもって思うようなところもやっぱさすが、もう言わせない。誰？何って感じなんですけど、やっぱハーフパンツの使い方が上手だなっていう風にまず思いましたね。はい。なんかこうフレッシュさを出すためのなんかあざとハーフパンツみたいな感じじゃなくて、ちゃんと世界観を守ったお衣装っていう感じがして、私はすごく好きですね。はい、という感じでございますね。はい、ちょっともうちょっとじっくり見たいかな。で、ウィジュくん、風磨くんかな？なんか他の方も、なんかタイトルとかでさ、出てるからさ、ウィジュクのパート少ないの？みたいな、事前にちょっと思っちゃったりとかしたんですけど、やっぱり少ないですね。本当に一瞬歌ったとか、一瞬映ったみたいな感じだったよね。なんか性格良さそうなところあったから、声がね、声がすごい性格良さそうだなと思ったところあったんで、多分そこがウィジュクんじゃないかなと思うんですけど、それ以外の、あんまりでしたね、なんか。で、風磨くん、なんか僕、B と K でぶん殴られるっていう印象しかちょっと、ごめんなさい、あんまり残ってなくて、ちょっとそこら辺もじっくり見たいですね。どれぐらい映ってるのかとかも見たいし。で、この、ちょっとユーマくんの、ちょっと狼的立ち位置、絶対かっこいいじゃんと思って。ちょっと、そこに心臓がバクバクしてます。すいません。はい、めちゃくちゃ好き。で、ウィシュくん、ちょっとメガネかけてさ、映ってたのあったじゃないですか。だから、ウィシュくんももしかしたら違うパックのメンバーだったりするのかな。ちょっとなんか優等生っぽいシーンがあった気がするんですけど、どこだろう、ちょっと覚えてないんですけど、ちょっとそのあたりもね、だからこれからどうね、見えてくるのかっていうところですよね。すごい面白いな。もうほんと、曲、歌、ダンスだけじゃなくて、この MV のストーリーも映画だよね。映画の続編が気になるみたいな症状が出てるんですけど、本当になんかそういう楽しみ方ができるのがさすがハイブさんだなという感じがしていて。で、デビューが12月なんですよね。確かね。書いてあるっけ？デビューが12月ですよね。はい。すごく楽しみでございますね。その時にまた出たりするのかな、曲が。はい。めちゃくちゃ楽しみでございますけれども、今回はね、こんな感じで終わりたいかなというふうに思います。ということで、ぜひぜひ皆さん、下のね、概要欄の方に公式のリンク貼っておきますので、そちらからね見ていただけたらなというふうに思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。